氷川きよし大阪に来たで、お忍び感強めなプライベートにネット興奮、胸元がセクシー。歌手の氷川きよしがプライベートで大阪に来たことを自身のインスタグラムで報告した。その装いに、わあ今日もかっこいいなど注目が集まっている。写真は、わあ今日もかっこいい胸元がセクシー。新大阪駅のホームに降り立った氷川きよしの姿。 シャワーは新大阪のホームで撮った写真を投稿。キャリーバッグを右手に黒のジャケットに好きにパンツを合わせたコーディネートでポーズを決めていた。プライベートで大阪に来たでー。やっぱり何回来ても大阪はええなぁ。大阪、めっちゃ好きやねんと大阪愛を綴った。さらに、12月2 0 2 1 2 2日新歌舞伎座でコンサート。 そして12月26日にホテルニューオータ大阪でディナーショーがあります。お楽しみにと綴った。ネット上では、わーキーナが新大阪駅、今日もかっこいい、お仕様が新大阪駅に、胸元がセクシー、などの声が上がっていた。